久保さん今回失失敗敗にしましまょうか失敗なんかね、今、あの、6周年記念でですね、ラジオ企画やってるんですけども、ラジオ企画で、そのリスナーさんからですね、吉谷さんのその失敗した話をね、聞かせてほしいというのをいただきまして、いろいろ考えたんですけど、失敗したことねえっていう <laughs> まあ、あの、それだけだとコンテンツにならないので、あーだこーだ喋りましたけど、失 失敗を、ねうん、失,失敗で終わらせたら失敗になるけれども失敗を成功にしてしまえば成功した理由は失敗があったからになるし <laughs> うんそうね本田宗一郎さんがねこんなこと言ってるんですけど成功は99%の失敗に支えられた1%であると。 成功は99%の失敗に支えられた1%であると。だから今回ね、COCOA っていうアプリがね、停止になったみたいですけども、まあ、このね、失敗をどう国が生かすのかどうす、どうするのかちょっと分かんないですけど。<laughs> 生かすんですかね、この失敗を。次につなげるのかちょっと分かんないですけど。うん、僕はまあ、あの、今まで起業して6年いろんなことありましたけど、 まあそれをすべてプラスに変えてきたんで、まあそのプラスを得られた理由は、まあ本田総一郎さんが言うように、いろんなことがあったからこそ今があるっていう話ですよね。で、今があるって言えるためにや、ためになんかやってきたっていう、ただそれだけなんですよ。うん。その結果論、結果を出すためにやってきたと。でもその結果を得た理由がある、要素があるとするならば、 失敗してきた、いろんなあ、なんだ、ピンチだったりとかあ、そういうとこがあったから今があるんじゃないかなと思えるし、思えるようにやったと。でも多くの人はそう思えるようになんかやってないんじゃないかなと思いますけどね。どうなんですかね、ここは。まあ僕利用してないですけど <laughs>。80億円ですか。欲しいっすね、80億。80億いいっすね。欲しいな。<laughs> はい、いってらっしゃい。